近本教授です。今日はプリウス PHV に乗っております。今回はですね、今大きな話題となっておりますビッグモーターのですね、一連の騒動に関して、私が思うことをね、お話したいと思います。はい。まあ、私もね、あのビッグモーターで、初代プリウス PHV ですね、の購入を検討してたというか、まあ、あの実際ビッグモーターさんにですね、伺って、まあ、埼玉県内の店舗に伺ってですね、いろいろ商談もしましたので、まあ、そこで感じたこと、あとは、まあ、父親がね、結構ビッグモーターで車を何回か売ったことがあるかな、うん、っていうのがありますので、まあね、まあ、そのイメージも含めてね、そして、まあ、一連の騒動ですね、まあ、結構他人事じゃないなというかですね、まあ、私もサラリーマンやってるんで、私が勤めてる会社でも、まあ、もちろんあんなことにはなってないけど、モラルハザードは起きてないけど、まあでもね、ちょっと似たようなところというか、うん、危機感を感じる部分もあるし、まあなんていうかな、そもそもね、やっぱり売上とか利益をこう上げ続けてると、こう成長し続けてるっていうのは、まあ、このね、もう発展の見込みのない日本において、それってちょっとおかしいことだよねと、まあ、エネルギー保存則的にありえないよなというか、まあ、ありえないというか、ただそれだけ困ってる、その貧乏になる人が増えてるよなというふうに思うんで、まあ、豊かになる、まあ、経済的にお金稼ぐ人が多くなるってことは、その分貧乏になる人も増えるということですね。まあ、簡単にざっくり言うと、エネルギー保存則っていうのはそういったところにも当てはまるので、まあ、経済的な部分で言うと、やっぱおかしいよねというか、うん、生活の質をそんなに上げずに、だからまあ貧乏でも幸せな楽しい生活みたいなところですね。で、まあ貧乏でもっていうとちょっと極端ですけど、まあ、貧乏は良くないかもしれないけど、まあ、そんなにね、お金をかけなくても豊かな生活、そして楽しい日常を送るっていうスキルがね、今後の日本人には、日本でね、豊かに生活していく、幸せに生活していくためには必要になってくるスキルだと思うんで、まあ、そういったところでね、もう売り上げを上げよう、利益を上げようと、こう、まあ、特に売り上げですよね、を上げるっていう、まあ、会社をどんどんでかくしようっていうような発想っていうのが、そもそも私はなんか、それってね、まあ、特定の産業ではありえるかなと思ってて、まあ、葬儀関係ですね、人の死に関わることに関しての産業は伸びるだろうし、あとはまあ新興国の成長に乗っかってやるビジネスですね、だからベトナムとか東南アジアとかですね、新興国がもう今ね、どんどん成長している国に技術的な支援をやるとか、まあ、そういった新興国の成長力を利用したビジネスモデルだったら、そういう売り上げどんどん増えます、利益もどんどん出てますっていうのは、まあ、健全かなというふうに思うんだけど、まあ、それからまあ海外市場をどんどん攻めまくってるとかね、うん、まあ、だけどそうじゃなくって、なんかそういう売り上げも利益も順調に伸びてるっていうのは、なんか怪しいなっていうふうに私は思うし、まあ、私はまあお金に関する欲があんまりない人間なんで、まあ、それはいい面と悪い面があるんですけどね、なんでやっぱそういったところでちょっとうさんくさいなっていうふうに、まあ思うよなというか、だからまあちょっとそういうね、視点で、まあ、そういった、まあ、それは育ちですね、視点、なんでそういう視点になるかっていうと、そういう考えを持ってるかって、それは私が割と生まれがですね、まあ貧乏ではなかったと、成り上がりみたいな感じではなくて、まあ、もともとそれなりに豊かな家庭で生まれ育った、一人っ子だったっていうのが大きいんで、私は全然金持ちでは全くないんですけど、ね、だけど一人っ子だったっていうのが結構大きいと思ってるんですけど、まあまあそういったところでね、金銭的な苦労をした覚えが私はないので、まあ、そういったところからお金に関する執着がないなさすぎる、人よりもなさすぎるっていうのは自覚はしてるんですけど、まあ、それでもやっぱりね、モーターの件に関しては、まあ、そういったところで思うことがあるんで、まあ、それについてね、お話したいと思います。はい。で、
まあ、私が関わったことでいうと、まあ、その初代プリウス PHEV ですね、まあ、前の動画で言った通り、私はあの PHEV とか、まあ、ハイブリッド車でもリチウムイオン電池搭載のハイブリッド車って新車で基本的に買いたいなと思うんですよ。バッテリーの使い方が気になるからね。前のオーナーさんがどういうバッテリーの使い方をしてたかっていうのが、まあ、細かくしていればいいけど、なかなかそれはディーラーの認定中古車でも、まあ、ちょっと微妙かなってところで、まあ、もう本当前のオーナーさんと会って話したいぐらいなんですけど、うん、でも、まあ、そういうのはなかなか厳しいなと思ってたけど、まあ、でもある程度情報してるかなと思って、そのビッグモーターさんでね、商談した時に、まあ、その前のオーナーの情報とかっていろいろ聞こうとしたんだけど、まあ、喫煙者であるかとかそれぐらいで、であとちょっとびっくりしたのがね、あの現車は見ないのが当たり前みたいな、うん、だからあの私がそのプリウス PHEV 欲しかったモデルっていうのは、なんか香川県だかな、あちょっと忘れちゃったけど、とにかく、まあ、関東じゃなかったんですよ。なんで、まあ、それでもね、現車確認にいざ本当に買おうと思ったら私は行こうかなっていうふうに思ってたんだけど、でもその話をしたらなんか店員さんが担当してくれたあの営業マンの人が、いや今時そんなのないですよっていう感じの対応だったんですね、うん、いやもうあのだからもう買うって決まったら納車前提で車をこっちに持ってくるんで、それで、決めてくださいみたいな感じで、いやでもいやそれを買うかどうかを決めるのに車を見たいから、もうそれを買う前提で車を持ってこられてもちょっとそれはどうなのっていうところで、まあ、その時点でなんか、あこの担当者さんとは私馬合わないなっていうふうに思ったんですね。でまあ、それがたまたまその店員さんが、まあ、あの私と相性が合わなかっただけっていうのはあるかもしれないんだけど、まあ、でも、うん、なんか、うん、でその店員さんで全然悪い人じゃないでしょ、あのちゃんとこうやった方が安く買えますみたいな、でもねやっぱお金に関する執着が結構強い方でしたよね。まあでもそういった方だからやっぱビッグモーターで働き続けられるのかなっていうのもんで、うん、やっぱお金に関する執着があまり強くない人だったらビッグモーター入社しないでしょそんな売り上げなんなんかね、あのねそういう売り上げじゃないや、年収いくらとかっていうの結構大々と言ってると思ってね、リクルートの募集の時に、人材募集の時にやっぱそういうのを気にする人がビッグモーター社員さんの中に多いと思いますから、そもそもビッグモーターはちょっと違うなっていうふうに正直私は思いましたね、その営業マンと話してる中でね。やっぱなんかこっちの求めてることと違うところをすごいやたら押してくるって、まあ主にそのお金の部分、こうやった方がお得ですよみたいな、そういった話にこうどんどん帰着しようとするんだけど、私が求めてるとかはそうじゃなくて、信用だったり、まあ、その前のオーナーさんがどういう人かっていうところがすごい気になってたんだけど、まあ、そういったところは、まあ、向こうとしては情報を持ってないのかな、なんか安そうじゃなくてみたいな感じ、まあ、そうじゃなくてとは言ってないけど、まあ、別にその対応として悪くはなかったんですけど、悪くはなかったけど単純に私とは全然相性が合わなかったなっていう感じだったんですけど、まあ、ちょっとその後電話が何回か来ましたけどね、まあ、でもそこまでしつこいなっていう感じではなかったから、まあ、別に許容範囲かなっていう感じで、まあ、実際ね商談でお時間取らせてしまったわけですし、うん、まあね、別にビッグモーターだからって言って悪いイメージはなかったんですけど、まあ、ただやっぱ個人的には、うん、その前のオーナーさんがどういう人か、もうできれば前のオーナーさんと知り合いになりたいレベルのね、いうふうに思っててるんで、前のオーナーさんと知り合いになった上で、車を購入するっていうようなね、まあ、その前のオーナーさんと知り合いになれば、その前のオーナーさんの性格からこういう使い方してるなとかって分かると思うんで、まあ、そこでちょっとあこの人違うなと思ったら、まあ、買わないって選択肢になると思いますけど、なんかそういったところでちょっと違うかなっていうふうにはね思ったんだけど、まあ、ただ現車がねあれば、現車がだからそこの店舗にあれば話は変わって、現車見れば大体使い方、どういう使い方してる、前のオーナーがどういう使い方してたかって分かるケースも多いと思いますから、ちょっと車に関しては私詳しくないんで分かんないけど、まあ、自転車とかで言うとね、タイヤとかついてるタイヤ、まあ、自転車って、結構タイヤ、まあ、もう早いですから、使い方によって結構変わってきますから、その辺で空気が抜けた状態で走ってたらこうなるとかって分かるんで、自転車でついてるタイヤが結構高性能なやつだったら、あこれは結構な大事に、高性能なやつでそのタイヤの減りも多くなかったら、あこれは結構大事に乗ってたなとかって、
まあ、分かったりするんですけど、まあ、ちょっと車に関しては分かんないですよね。ですが、まあ、原車があればちょっと話は変わるかなと思うんだけど、まあ、原車がないってところ で、で地方の店舗にあるってところで、それを自分が場合によっては見に行ってもいいみたいな話をして、うん、それで向こうが原車買う段階だったら持ってこれますみたいな感じで話してて、うん、まあいや買う段階じゃなくて、いやもうそれだったらあの私行きますよっていうの話をして、いやいやそんなことはしなくていいですよみたいな、でなんか、うん、でなんかね、そうあの持ってくるし、なんか、ね、そうなんかお金の部分でね結構値引きしますみたいな話には結構なったんだけど、とにかくちょっと話がかなみ合わなかったっていうか、うん、その辺ってでも結構私はあの何を買うかっていうのは、その何を誰から買うかって、うん、あの特に車とかになってくるとね、担当のディーラーとかってすごい大事だって私は思ってるんで、だってずっと関係続くから、買った後もね関係続いたりするじゃないですか、車とかだったらね、うん、なんで、その車のスペックがやっぱ一番大事かもしれないけど、結構誰から買うかっていうのは私は重要視するんで、うん、なんで、あ、まあ、それでちょっと、あ、この人ちょっと違うなっていうふうに思って、まあたまたまビッグモーターのねその人がちょっと私と馬が合わなかっただけかなっていうふうにも思ったんだけど、でもなんかそうビッグモーターのいろいろねあの求人で結構年収をすごいゆたら立ってるとかっていうのとか見ると、うん、やっぱそういった社員さんが多いだろうなと。そうすると価値観が私と全然違うから、やっぱちょっと確率論としてね、確率論としてやっぱあのビッグモーターで私は車を買わない方がいいなっていう結論にはね個人的には至ったんだけど、ただまあその保険、今ねビッグモーターの問題であの一番大きな問題になってるのは、まあ一番大きなのか分かんないけどね、あの保険ですよね。だから損保ジャパンが結構グルになって、っていう話出てますけど、まあ買った後のアフターの部分で保険ですよね、うん、の話なんで、まあ結局あのそんな話関係なく、誰から買うとかそんな関係なく、やっぱりビッグモーターで車買うのはやばいみたいなのが通説的だと思うんですけど、まあ個人的にはねちょっとそういった人の部分でやっぱりそこの人材、やっぱ従業員を見てるとその会社が分かるっていうか、うん、これはねあると思うんですよ。まあ中小企業であればよりそうだと思うんですけどね、まあでも大企業でもある程度こう働いてる従業員のと話してなんとなくこう話が通じるとかって、なんか結構その辺大事だなっていうふうに、まあ私はねあの思ってるんですね、うん、であとはまあこれ自転車の動画で前言いましたけれども、まあ大手のお店っていうのは、結構人が入れ替わっちゃうからね、担当のディーラーマンもコロコロ変わったりするから、まあそういったところで新しい人になった時にちょっとなこの人みたいな、それが縁の切れ目みたいなことになったりすることもあって、だからそういった部分では個人店小さいところで買った方が、信頼できる人と長くね、あのお付き合いすることで安心できるっていうの部分はね、あるかなというふうに思うんで、うん、あの意外とその安く買うじゃなくてそういったところも含めて考えると安心っていうか、まあね、まあこじんまりしたところで買うっていうのも全然ありじゃないかなっていうふうに、まあ、ちょっと高いかもしれないけどっていうのは思うんですけど、まあね、とにかくそのビッグモーターに関して個人的に合わないなっていうふうに思ったんだけど、別にそんなに悪い感じはしなかった。で、あとその車を売る場合ですね、車売るならビッグモーターって CM ありましたけど、売るのはいいんじゃないかなっていうふうにね、あの思いますよね。まあ買うのはちょっとね保険のこととかもあるけど、まあ売るんだったら別にビッグモーターも悪くないんじゃないかなって、まあ、それは今でも思いますね、うん、まあ今はどう、まあ、うん、まああれですけどまあそういったところで、まあ、実際父親もねあの結構高く車売りましたから、あのプリウス PHEV を買う時もそうあのビッグモーターで確か車を売ってたと思うんで、結構高くで売れて、で、あ、そう、それはあのディーラーの、ディーラーじゃないや、営業マンの人とね、今回のその
商談の件でも、あのなんかやっぱ海外に売るっていうのもあるらしくて、で車種によってはなんか海外で結構高く売れるみたいな話をね、なんか雑談でちょっとしてくれましたね。まあそれは結構へーって思った話だったんですけど、まあ、うん、とにかく、特にガソリン車か、ガソリン車ってやっぱ海外の需要が大きいから、だから意外とそのガソリン車で、カローラとかね結構海外で高く売れるというのがねあるっぽいですね。で、まあそのビッグモーターのね一連の騒動で、まあいろいろね誰が悪いとかって言われてますけど、まあその辺に関しては失敗ことさんがですね、結構いろいろ動画上げてて、私もねあの拝見してなるほどなっていうふうに、まあ多くの部分で共感っていうか、まあ確かにっていうふうにねあの思うんで、うん、まあ誰も悪くないし、まあみんな悪いっていうか、うん、あのまあだけど、うん、やっぱりねその金に関しての執着が高い人たちとはあんまり人間関係深めない方がいいなっていうのは改めてね思いましたよね。でだから会社としてはやっぱり採用においてですね、採用において金じゃなくてあの仕事内容っていうかそのやりがいとかっていうところで、ね、あのやりがいっていうかまあだから好きだよね、仕事が好きだっていう人、そのだから趣味の延長みたいな感じで仕事をするのがやっぱ健全なのかなって、まあ、実際私がそういう仕事をしてるんだけどまあ、ね、自転車業界じゃないけど、まあ、違うね私の趣味を今仕事にしてるんで、でまあ、もちろん趣味を仕事にして悪い部分結構あるんですけど、まあ、悪い部分もあるけど、まあ、でもいい部分の方が大きいかなっていうふうにねあの思うんで、まあ、実際はそれやっぱりあの自分がやってる仕事がで世の中結構社会貢献できてるっていうか、あの結構必要としてくれてる人の顔がすごく身近にいるんで、たくさんそういう人がね、うん、まあニッチなものなんですけど、それをね、の発売を待ち望んでる人っていうのが結構想像できるんで容易にね、実際自分の周りにそういう人が結構いるから、だからやりがいを感じるんですよ、うん、っていうところで、まあ、自分自身も好きでそれをね前は遊んでた身で、まあ、ただ私の場合はもう自分は個人的には遊ばなくていいかなっていうふうにね、思ってるんですけど、こう、うん、自分があの製造に携わってる商品に関して自分自身でそれで遊ぶってことは、まあ、ないかなっていうかね、そこら辺はやっぱりね、だから趣味を楽しめなくなってしまったんですよ。あの趣味を仕事にしたことによって私自身はその趣味を趣味としては楽しめなくなった、趣味が一つ減ったっていう言い方できるかな。まあでもそれはね人によって違うんですよね、まあ趣味を仕事にしても趣味は趣味のままでやってる人もまあいるんで、うん、まあいろいろあるとは思うんですけど、私の場合はそういった話ですね。はい、まあなんだけどでもやっぱりねそうやって、これを やることによって喜んでくれる人が結構たくさんいる、身近にたくさん具体的な知り合いでいるんで、なのでそれは結構幸福かなっていうところで、うん、思うんですよ。まあ、なので、まあ、私はね、ちょっと今後も基本的にはその別に今の仕事に対して不満は持ってないんですけど、ただねまあ不満を持ってないって言ったら嘘かな、まあいろいろあって別に今の職場に、うん、あの特に大きな不満はないんだけど、まあなんだけどやっぱビッグモーターの一連の騒動が聞いてやっぱ似たようなところが結構あってね、うん、あの具体的には何も言わないですけど、まあ何も言わない、まあ、ちょっとだけ言うとあれですね、やっぱ数字ですよね、数字をこう求められるっていうところですね。まあ、ビッグモーターに関しても結構そういう数字のノルマとかっていうのがあるみたいです、あったみたいですけど、まあノルマっていうノルマはうちの会社ない、まあ製造だからね、あのちょっと状況違う、営業とかと違って、まあ、営業もノルマってあんまないかな、まあうちの会社の営業は結構まあ言うてぬるいんでね、ぬるいって言ったらちょっと営業の人に失礼かもしれないけど、まあルート営業なんで基本的な、あの訪問営業とかはあんまやんないからね、むしろ訪問営業みたいなことって私が実はやってたりするんだけど、あの自転車とかの
あれリミット充電モードの話とかね、過去にリミット充電モードって、まあ、あれは私が要望したから採用されたってわけではないかもしれない、まあ、ないとは思うんですけど、いろんな要望があったと思うんだけど、まあ、一つ私がね結構あの積極的に活動してて、実際にブリヂストンの社長さんかな、なんかたまたまいて、あの資料渡したかな、社長さん直接だったか忘れたけど、なんかね、なんかのイベントで、サイクルなんかのイベントで、そう、あのお偉いさんに、多分、ね、社長さんだったかな、忘れたけど、なんか渡したりもしたんで、まあちょっとあの忘れましたけど、詳しいこと、まあ、結構いろいろああいう、あのもう営業、ザ営業みたいなことは私結構やってるんですけど、今までもね、あの今後もいろいろやろうとしてるんだけど、なんだけど、まあいいや、置いといて、はい。まあとにかくね、あのやっぱ数字の、さっきの話に戻りますけど、数字目標みたいなのを課せられて、でその数字で管理するっていうことをね、上はやってくるんだけど、なんかそれってあの数字っていうのはね、あの上の人を説得する材料、上の人を説得して、お金を出してもらうように仕向ける材料としてすごく利用価値はあると思うんだけど、何かをこうやりたいと、何か新しいことをやりたいって時に数字があるとすごく説得力があって、自分の思い通りに物事を操れる、そのために数字を結構使う必要はあると思うんですよ。だから数字は大事だと思うんですよ。だけど上の立場の人が下の状況を把握する上では数字ってほぼほぼ役に立たないんじゃないかなっていう、まあ、あのもちろん全く役に立たないとは言わないですけど、まあ、そこら辺は失敗小僧さんの話と結構私、すごい失敗小僧さんのおっしゃってることその通りだなっていうふうに思う部分ではあるんだけど、まあ、ちょっと失敗小僧さんほどね、ほどは数字に対してあの全く意味ないみたいな、まあ、全くとは失敗小僧さんも言ってないから、まあ、失敗小僧さんほどは強く否定はしてないんですけど、まあ、だけどなんか数字をこう求めていく人っていうのははっきり言ってね、ちょっとあの人をまとめる能力は不足してるよなっていうふうにね思いますよね。多分要はあの指導者として経営者として優秀な人だったら多分あんまり数字を求めないんじゃないかなっていうふうにね、あの数字求めなくても大体あの話せばね、要は面談すれば、末端の社員と面談すれば状況が分かるんじゃないかなって、その表情とか話し方とかいろいろね、そこで本音をこういろいろ探っていけば、別に売り上げ動向とかなんかそね、あの数字的な部分で示す 見なくても内情が分かるんじゃないかなって、まあもちろん数字もある程度参考にはすると思うんで、まあある程度必要な部分はあると思いますけど、そんなにいらないんじゃないかなっていうね。だから数字っていうのはあくまで下の人が上の人を説得する材料として、使うものであって、上の人が下の人の、あ、上がね、経営者とかが、部下が何やってるのかを把握するのに使うものではないんじゃないかなっていう、まあ、そういう使い方をするくらいだったら、経営者を変えろと極端な話ですけど、まあね、あのもちろんある程度は必要な情報あると思いますけど、なんか数字でこうこれすごいいい数字出てるなとかってほあの安心したりそれを褒めたりするっていうのは、うん、なんか違うよなっていうか、いやこれなんでこんなに売り上げ上がり続けてんのっていうふうに逆に疑ってかかるぐらいがまともなんじゃないかなっていうふうにね、私はねあの思いますね。私が経営の立場だったらそういう風にしますね。なんか不正、まあ不正とまでいかなくてもなんかちょっとやばいことやってるんじゃないかなっていうね、まあ、グレーゾーンでいろいろやってるのかなみたいな感じで、思いますよね。だから、うん、まあまあその辺もやっぱバランスの話になってきますけどね、まあ、全くどうこうとかね、あの0、100の問題ではないんでバランス感覚になりますけど、でもなんかやたらこう数字をね、求めてくる経営者っていうのはちょっとどうなのっていうふうにね、思いますよね。だからそこら辺は失敗小僧さんと基本的には考え方、
同じなんですけど、まあ、だから、まあ、失敗小僧さんの実体験と私の実体験結構似てる部分があるっていうことですね。はい、で思ってて、まあ、ビッグモーターの件もね、それで結局経営陣は実際その不正が行われてたのを知ってたかって話今出てますけど、まあある時点で知ったんだろうけど、でもあんまり結構、内情は分かってないんじゃないかなっていうふうにはね思いますよね。まあそこら辺も失敗小僧さんのご意見と大体一緒なんだけどね、まあそもそもその数字でこう管理をするぐらいのこう能力じゃ、まあ人の意見、人が何を考えてるのかっていうのを理解する能力っていうの乏しい。まあ要はだから相手が何を言ってるか、理解する能力が乏しければ乏しいほど数字頼りになっちゃうというか、だから例えば私なんかだと現場をこういろいろ管理してて、まあ、派遣さんとかね、いろいろあの人数調整したりとかしてるんですけど、でもその派遣さんもね、来る人によって全然できることが変わってくるんですよ。でそういう一人一人に対して一人一人の技量っていうのを結構重視してる、一人一人個別対応してる、まあ人数もそんな、まあ数十人なんてね、まあ、学校の一クラスぐらいの人数なんで、まあ、そういうことができるレベルだからっていうのはありますけどね。だけどそれがどんどん組織大きくなって人が管理する人が増えてきたら、まあそうはいかなくなるから、まあ分かりやすい数字でね、落とし込んでくれないと何も分からないというふうになっちゃうのはまあ分かるし、実際私がそういう経営とかの立場になったとしたら、まあ、ある程度数字でこう求めちゃうのかなっていうふうには思うんだけど、まあ、だけどそこら辺は自重しなきゃいけないところだよなっていうね、ふうにね思いますね。だから経営者になれば、そういう経営の立場になればなるほど、やっぱ現場との接点っていうのを、大事にするというところですよね。まあだからそう、まあ、末端の社員と直接こう面談する機会っていうのを、まあ、そう多くは絶対取れないですけど、まあ、たまにでもいいから、まあ、一つだからその飲み会とかね、そう飲み会とかっていうのは私お酒飲まないんで、基本的に飲むのは好きじゃないんだけど、でも飲み会はすごく大事だなと思ってるし、飲み会とかあれば全然参加するタイプの人間なんですけど、まあ、最近まあちょっと色々コロナの関係もねまだ続いてて、なくって、なんかそこら辺でやっぱりそうだから役員レベルとかの人ってなかなかその末端の社員の意見を直接聞くって機会はないじゃないですか。だからまあ課長部長クラスの意見を聞くことあっても、末端の、ね、社員、まあ、私とかの意見を聞くっていう機会はあまりないわけですよね。でそうするとそういうのが、でも飲み会とかだと直接社長とかね、役員とかと話す機会もあったわけなんで、まあそこでその部長、課長、本当は課長部長にこう上がっていって報告が行くような話、あるいはまあ課長とかで、いやその話は却下だって言って上に上がらない話とかも末端の社員から直接拾い上げることができるので、やっぱもうそういうだから面談みたいな機能をね、飲み会っていうのはしてたのかなっていうふうに思うんだけど、でもそれがなくなるとやっぱ、ね、ちょっと良くないなっていうふうにね思うんで、まあ、飲み会、私はお酒は好きじゃないし、飲み会は基本私食べまくるんでね、お酒飲めないんで元取れないから食事ガンガン食べるタイプで、みんなね帰り回してる時に私いろんな席行ってね食べまくるんですけど非凡人ですよね、ほんとね。まあ残ってるから食品ロスだから、まあ別に悪い行為じゃないと思ってるけどねいろんな付け回って余ってる唐揚げとか食べるんですけど私ね残飯処理係、まあいいや、とにかく、やっぱりなんか現場の意見をこう聞く、実際聞いて、いやそれを採用するとかってじゃなくていいんですよ、ただ耳を傾けてるふりをするだけでも全然いいと思うんですけど、でもまあ耳を傾けてそういう意見があるんだって認識することで、その人が何を思ってるのかっていうのを分かる。でまあ優秀、本当に優秀な経営者だったから、初代の、まあそれで言うとビッグモーターも兼重社長ですね、お父さんのですね、なんかは
まあもちろんあの優秀な方だと思うんで、だからこそあれだけ会社でかけてきたっていうのはあると思うんで、人望もある方だと思うんでね。なんでその辺の能力は、人の意見をこう吸収する能力というか、あの何相手が何を言ってるのかを理解する能力っていうのはあると思うんで、まああとはまあそのカリスマ性みたいなのもねあると、まあ、カリスマ性の方が強くて、あんまりこう相手が何を言ってるか理解する能力がそんな高くないっていう人も多いと思いますけど、まあね、まあ、それ辺でやっぱりでも数字をこうガンガン部下に迫っていくっていうのは、そのまあね、相手が何を思ってるのかを理解する能力が乏しい人に多いのかなっていうふうにはね思いますよね。話せば相手のその要はメンタルとかね、何を考えてるのかっていうのを話せばなんとなく分かってくるかなっていうふうに思うんで、なのでなんかそこら辺でちょっとね、まあ難しいですよね、なかなかね、あの初代から2代目ですね、だからそういう、同族企業というか、まあ、オーナー会社か、オーナー会社っていうのは、まあ、最初はねいいんですけど、その世代交代がうまくいくかいかないかで、一回会社の存続危機って訪れる、どこの会社も訪れるんじゃないかなっていうふうにね、あの思いますよね。まあそれこそそれで失敗したというか、うまくいかなかった有名な例で、まああれですよね、大塚家具とかお家騒動ありましたけど、まあね、あでもオーナー企業がやっぱりあの日本圧倒的に多いと、オーナーの要は安定している大企業で、オーナー企業、特に食品業界とかってそうですね、ほとんどねオーナー企業ですよね、まあ、社長が代々こうあの血がつながってるっていうですね会社が多いと思うんですけど、まあオーナー企業はまああれかな、なんか個人的にはその最初の創業者から2代目への引き継ぎがうまくいけば、そこで問題があまり起きなければ、まあ要は2代目がそれなりに優秀であれば、まあ2代目が優秀であるということは、まあその初代の人がちゃんと英才教育、初代の創業者の英才教育が成功したらとも言えるかな。そしたらまあある程度安泰な会社になるのかなと、安定した会社になるのかなっていうふうに思いますので、まあ2代目3代目4代目、まあ、2代目から3代目とか3代目から4代目とかってなってくると、まあまあ そんなに大丈夫なのかなみたいな気がするっていうか、あのまあ根拠はなくはないんだけど、ちょっとあまりその辺の話はしないですけど、あのっていうのはあるんだけど、やっぱりそうですよね、創業者からその次の世代への世代交代で大きく会社が傾くっていうのはね、あのそこでその中で働いてる人のもうこういろいろ権力者争い、まあ権力者争いはでもそうオーナー企業っていうのは比較的起きないだろうっていうのはあるけど、まあ要は息子が継ぐっていうのはまあ当然だよなっていうふうに思う人が多いと思うんで、まあいくら才能が、まあ、才能がないっていうか、ちょっとそういう経営の才能に乏しいかなっていうふうに思う言われる人でも、まあ社長の息子だからまあしょうがないかって言って、そうやってあの出世するのに対してまあ納得がいくってところがあると思うんで、なのでその会社の内部分裂みたいなのは比較的起こしにくいっていうところで、あの同族企業っていうのはね、大企業で同族企業の割合が多いというのはあると思うんで、なので、まあそういったところで一致団結しやすいっていうのはあると思うんだけど、長く続きやすいっていうのはあると思うんだけど、でもやっぱそうですね、創業者から2代目に変わるときっていうのは結構、大事なのかなっていうふうにはね、あの改めてねちょっと今回ビッグモーターの騒動を見て、まあ、思ったところですね。はい、ということで、まあビッグモーターの件に関してはでもいろいろなんか学べれますよね。だからあれは本当にいい題材、いい、
かなっていうふうに私は思ってます。あのビッグモーターの関係者の方はそれは大変だろうし、うん、あのまあね、社員の方、まあ社員の方っていうか、まあなんか一番失敗こそさんの動画見てると、あのあれですよね、取締役とかのあたりの人が大変そうですけど、まあでもなんか誰も責められないよなっていう感じはねちょっとしますよね。まあ強いて言うと、損保ジャパンがちょっとダメですよねっていうのは個人的には思いますけど、まあ、そもそもね私やっぱり保険とかね興味ないんで、うん、なんか、うん、保険はなんかね私保険会社とかって興味ないんですよね。だからいやもちろんあの必要だと思ってるんだけど、うん、なんかね保険とかのビジネスモデルに関してなんとなく否定的な、なんでなんだろうな、まあ私の育ちが関係してるんだろうけど、やっぱりね、うん、なんかそうですね、損保ジャパンはちょっと、なんかあのあれですよね、だからビッグモーターをこう裏切るようなことになって、いやちょっとそれはひどいんじゃない、ビッグモーターに対してひどいんじゃないっていう風にね、あの思う。まあだけどそれはしょうがないですよね、会社の自分の会社を待つ、自分の会社の従業員を守るっていうのが最優先ですから、その取引先よりもね、取引先よりもやっぱ自分の会社の従業員を守るっていうのが大事ですから、まあああいった判断になるのは仕方ないかなっていうね、急に寝返るみたいなことになるのは仕方ないかなっていう気はまあするんだけど、いやだけどあそこで、いやなんか印象すごい悪いですよね。うん、なんかちょ正直ね、個人的なところで言うと損保ジャパンの方がビッグモーターよりも私の中では株が下がりました、うん、あのまあビッグモーターってまあそうですね、損保ジャパンはちょっとあれはないよっていうか、なんか日本人としてなんかギリそこはギリを通せよっていうか、倒れるときは共倒れをしろよと、一緒に悪いことやってんだからっていうね、まあちょっと断定はできないけど、もし悪いことを一緒にやってるんだとしたら、不正があるって認識してるんだとしたら、そこはもう潔くね、すいませんでしたって一緒に言って、一緒にごめんなさいって言わないのはなんか人道に反するっていうか、ちょっと日本的じゃないよなっていうので、まあ私はもうちょっと世間のバッシングはビッグモーターよりも損保ジャパンに向かっていいんじゃないかなって思ってたりするんですけど、まあいいや、別に損保ジャパンに恨みがあるわけでも何でもないんでいいんですけど、まあそもそもその保険会社に関してなんかちょっとあんまりイメージを持ってないっていうね、ところでちょっと私が変なんですけど、まあとにかくね、あのうん、でもやっぱりそうですね、この日本でなんか成長し続けるっていうのは普通の会社じゃないっすよね、なんかおかしいことが起きてるっていうふうに疑った方がいいんじゃないかっていうふうにね、あの思いますよ。でさっき言ったように、まあ葬儀関係、葬儀や関係とか、まああと宗教、うん、まあ宗教とか葬儀やとか、あとは新興国ですね、成長、明らかに成長している国 に乗っかって、うん、技術支援したりとかいろいろ、まあ、そういう新興国といろいろね、新興国に関わって金儲けするっていうビジネスモデル以外ではね、なんか日本で、まあ、あとはまあ中古の、まあ、リサイクルショップとかも一昔っていうか、まあ、10年前とかまでは成長産業だと思いますけど、今はもうね競合が多くなってるから、まあそれこそもうレッドオーシャンになってると思うんで、なかなか今からっていうのはもうなんかっていうか本当すごいですよね、リサイクルショップってすごい最近多いなっていうふうに思うんですよね。あの埼玉県、特になんか埼玉ってあのコスパ社会ですよね。埼玉県ってなんか本当コスパのいい県だと思うんですよ、一言で言うと。まあそれは、うん、
なんか激安店みたいなのがあったりしましたよね。知る人と知る激安店で、なんか広告とか全然出してないけど知ってる人は知ってるみたいなところで、で コスパがいい店みたいなのは結構埼玉ある気がするんで、まあ、ロジャースとかね、の弁当とかもすごいコスパがいいと思うんで、まあ、私ちょっと食べたことないんですけど、うん、まあ、ドンキの激安ハンバーグ弁当でも、まあ、十分かなって思ったりしますけど、はい、もう今ね、なかなかスーパーも半額以上値引きってしなくなってきてるかなって気がするんで、前はね、私栃木に一時住んでた時は前霞使ってたんですけど、霞はね8割引きとか普通にやってましたからね、夜行くとね、うん、まあ普通にって言っても最終値下げですけど、まあでもほんと 50% オフなんか当たり前で、それ以上、まあ、50% オフだったら、まあ、まだ高いなって言って買わなかったレベルですよ。8年ぐらい前かな、栃木に住んでた時でも、まあ今もね、栃木勤務なんで、霞たまに行くことあるっていうか、まあ最近行かないんだけど、まあちょっと行ったりしたら全然安くなるんですよね、夜行ってもね、半額までしか行かなくなっちゃった。でも8割引きとかね、ほんと7年前とかやってたんだけどね、まあそれはオーナーが変わっただけ、オーナーで経営方針が変わっただけなのもあるかもしれないけど、うん、でもやっぱ今はそうやって物安くは売れないんだろうなっていうのはね、思ってるし、うん、なんかとにかくちょっとこう、なんか何でもかんでもこう値上げしてる感じがするんで、うん、値上げしてないのはサイゼリアぐらいじゃないかなっていう感じがするんでね、飲食店で見ても、まあ、あと日高屋もあんま値上げしてないか。いや本当ね、サイゼリア私すごい好きですよ。サイゼリア、うん、はね素晴らしいですね。サイゼリアは本当、私の奥さんも結構好きなんで、頻繁に行くんですけど、いやサイゼリアはねいいわ、うん、ミラノフードリは素晴らしいっていうふうに思いますけどまあいいや、ちょっと話が脱線しました。まあ客層がね、ちょっと学生が多いっていうのはちょっと騒がしいっていうのはありますけど、まあ何でもメリットデメリットあるんで、ただまあ品物のなんていうかな、うん、味とその、まあ、コスパですよね。コスパは本当に素晴らしいなっていうふうに思うん でそれをこの物価高の状況でもね維持してるっていうのはなんかすごいなっていうふうにね思うんで、なんかそれはすごく応援したいなって思いますけど、まあちょっと話は置いといてね、こう売上とか利益とかこうどんどんもうこの日本でですよ、この日本でもう成長スピードがかなり落ちてる日本で、成長スピードが落ちてるとかもう衰退しかしようがないと言ってもいいかもしれない日本で、うん、そんな企業があったらそれはちょっとおかしいよねっていうね、まあ、一時的なものだったらありえるかもしれないけど、コロナのとか、まあ、海外からの客さんの、ね、インバウンドとかのあれであるかもしれないけど、うん、でもまあ基本的に長期的に見るとその葬儀屋関係とさっき言ったね新興国に乗っかるビジネス以外でなんかそういったのってあるとちょっと私は逆に不信感を感じるというか、うん、まあ、そもそもその売り上げとかをこうどんどん上げていくみたいな、そういった経営方針自体がどうなのっていうふうにね、なんかそこら辺ってでも、まあ、私がいる会社でもやっぱりそうなんですよ。売り上げどんどん増やしていきましょうって、利益も上げていこうみたいな、まあ利益、どっちかというと売り上げですよね。でも売り上げじゃなくてやっぱ利益だろうっていうふうに私は思うんで、うん、なんかこう組織を小さくしようみたいな概念ってね、なかなかないですよね。大企業っているのか私は分かんないけど、いる会社はね、うん、なんだけど、いやでも現実を見ろよと、現実見たら、いやこれ以上規模を大きくしてどうするんだよっていう、客が減ってるだろうっていうふうにね、その当たり前な事実に蓋をしていつまでやるのっていうね。でもそこら辺がなんか今回のビッグモーターの騒動で、いや現実をみんな見るようになるきっかけになってくれたらいいなって、経営陣もそうやって、いや売上げどんどん伸ばし続けるのはまあ無理だよなって、逆になんか売上げずっと上がり続けたらなんで上がってんだろうっていうふうに逆に不審に思うみたいな、そういったのが必要だっていうことをね、今回のそのビッグモーターの件は、まあ、経営社に対してはそういうメッセージがあるのかなっていうふうにね、経営者目線ではそういった解釈ができるかなっていうふうに
思うんで、やっぱり身の丈に合ったビジネスをしようと、あんまり会社をこう大きくさせすぎるのは良くないよねって、リスクが大きいよねっていうのが、まあ経営者層にそういったメッセージで経営者層が受け取ってくれたらいいなっていうふうにね、私は思いました。はい、ということでちょっと話が長くなってまとまりのない話になって恐縮ですけれども、今回はビッグモーターのですね、一連の騒動に関して私が思うことをお話しさせていただきました。はい、まあ、この動画ね、車の一応グリピに乗って動画撮ってるけど、まあ、実際全然車の話題っていうか、まあ、いつもの車のレビューと出てかけ離れてるんで、まあ、どういった方々が、ね、見てるのかなっていう思いますけど、うん、まあ、皆さんがね、このチャンネル登録してくださってる方が期待しているような動画じゃ全然ないと思うんで、まあ、申し訳ないなっていう思いもあるんですけど、なんか私自身ね、まあ、さっき言ったように一応その転職活動みたいのしないといけないなみたいな思いはあるし、個人営業みたいなことは結構してるんだけど、てか今後もしていくつもりなんだけど、でもまあなんだかんだ現状に満足してる部分結構あるんですよ。なので、なんかそのでそれはお金の部分でもそうなんですね。お金の部分でも、まあ、決して全然高給取りじゃないんだけど、まあでも会社の中で言うと割とそうなのかな。まあ、パートさんとかたくさんいますからね、比べるとってところですけど、まあでもそういったそのパートさんとかと、とか派遣さんとね、関わってることが最近多いので、だからそういったところではお金の部分でいうと相対的に明らかに私の方がもらってるんで、なんでそういった人とこう話すことが多いと、こうそれの基準が低くなるんですよ。だからさっき最初にその育ちの話を私したい、もともと私って金に関して の執着あんまりないっていうね、いう話しましたけれども、まあ、それプラスして最近こう日常的にね、人間関係を持ってる人たちっていうのが、まあ、パートさんだったり派遣さんだったりが結構多いので、そうなってくるとこうそういう人たちと比べると私なんかは、まあお金をもらってる方だから、でもって奥さんも普通に働いてるっていうのもありますからね、まあ、かなり、まあ、比較的その私の私が普段話してる人のそのレベルからするとかなりお金をあるんですよ、決して世間的にはね、全然金持ちとかいうわけじゃないですし、あれなんだけど、まあ結局私の中での基準では、まあ、私の中の基準ってどういうことかっていうと、普段ねコミュニケーションしてる人たちですね、間では結構もらってるってところで、そこで比較優位性みたいなのを自分は感じてるんで、だからなんかお金に関しての思いがどんどん薄らいでるっていう。ただまあその辺の話はあんまり奥さんにすると良くないなっていうのは分かってて、まあ家族とか今後ねでき、増えていて子供ができたりとかした場合に関して、貯金が十分あるかっていうと全くないんで、むしろ貯金は全然ない方だと思うんで、いろいろその辺の話はあまりしないようにしないといけないなっていうふうに思ってますけど、でもなんかやっぱりねお金じゃなくって、なんか新しいことやりたいよなっていうか、なんかそうだな、やっぱ優秀な経営者の下で働きたいなって思いはあるんですよね。だから私の考えと結構近い考えを持ってる優秀な経営者の下で働きたいと。でそれはねやっぱ会社の規模としてはやっぱり大きすぎないっていうか、小さいそれなりに発展の見込みがある会社じゃないとダメかなって思ってるんで、なんか中小企業、零細企業ですね、がすごい魅力的なんですよ私の中では今ね。大企業、大企業、まあ大企業じゃやっぱりね一人一人ができる裁量っていうのは限られてくるから、まあそうは言っても私なんかは結構いろいろねやらせてもらってはいるなっていうふうに思うんだけど、だから、まあ、別に現状に不満がないから転職しようっていうのはあんまりないんだけど、でも何が起きるかわからないし、なんかのきっかけで、まあ私はねやっぱりこうやりたいことが
人よりはある方だと思ってるんで、まあ、だからこそこう YouTube でいろいろね動画発信して、まあ、何やりたいかって具体的に言うとやっぱ自転車ですよ。自転車、改正機能付きの電動アシスト自転車を普及したいっていうね、まあ、その思いが、その思いに関しては多分日本一あるんじゃないかって思ってるんで、なんでそれをこう具体化するっていう、そういう夢が一応あるわけで、その夢をこう実現できる可能性がちょっとでもある場合は、まあ、その夢を実現するのにより近道になりそうな道があればそっちに行こうかなっていうかね、なんかそういう機会があれば、まあ、ある場合によっては転職とかもするのありだなっていうふうに思ってるんで、まあ、そういったチャンスが訪れるのを待ってるというか、でも待ってる、自分から何も動かないで待ってるんじゃ面白くないから、ちょっと自分から動いてるみたいな感じなんで、で特にまあ私のね、その、まあ、この動画見てくださってる方は車の動画の方が多いのかな、ちょっと分かんないけど、まあ、自転車動画のね、私の自転車動画のコメント欄の質の高さにはもう毎回驚かされるんで、でなんか哲学的というか、なんですよ。ね、まあ車の動画はまるでそうじゃないってわけじゃないんですけどね。なんですけど、まあ、IDCT の動画なんかは結構哲学的だなっていうふうには思ってますけど、でもね、やっぱこうビジネス、YouTube とビジネスの大きな違い、普通のビジネス、と YouTube の大きな違いって、これはまあ田中公明先生が言ってたことの受け売りになりますけど、YouTube っていうのはもういかにこう大衆に向けてね、大衆が自己肯定感をくすぐるようなことをやるかで再生数が上がる、だけどビジネスっていうのは乗客に対して、乗客だけを相手にするっていうのが成功の秘訣っていうか、まあ成功っていうのは定義にも言えますけど、まあ自分の幸せにつながるのはやっぱりいいお客さんととかいい仲間と会社を経営していくっていうのになりますから、で YouTube でこう興味を引きつけるっていうのとちょっと違うわけですよ。で興味を引きつけるんだったら、分かりやすい文言で、ある意味ちょっと多席的になる必要があるんだけど、でも実際こう経営者を募集すると一緒にこう何かやりたいよねって、その一緒のパートナーを見つけるとかっていうんであれば多席思考じゃないんですよ。やっぱり前向きな人じゃないとダメだから、なんかその YouTube でこうバズってる動画って実際私にとってあんまりなんていうかな、なるほどって意見はなかったりするんですよね、あんまりね。まあ ないってことはないけど、やっぱりなんかね、再生数800回ぐらいだけど、なんかすごいコメント、わこれなるほど、そうだな、あこれは自分になかった視点だなとかって気づかされることは、結構再生数が少ない動画の方が多いって言ったら教師あれなんだけど、でも再生数が少なくても結構そういうコメントがつく動画っていうのがあって、まあそれは自転車動画に多いんだけど、なんかすごいね、そこら辺で、まあ、自転車の動画をやってると、なんか この人と将来こういろいろビジネスとかやっていくのありだなって思ったりすること結構あるんですよ。なんで、なんか、まあ、YouTube でね、そんなに金稼ごうって私は思ってないんで、てかね、そう、それこそ本業でね、まあ、さっき言ったように、その、比較、基準が下がったっていうのがあって、本業で、まあ、普通に生活に必要なレベルのお金はもらってるんで、YouTube でこう、金稼ごうって気にね、前よりも、よりならなくなってるんで、今ね。なので、前はね、まあ、本業もね、全然本業が全然面白くなくって、残業も全然しなくて、その頃は、まあ、それでもね、給料別に不満はなかったんだけど、だけど、とにかく時間が結構暇だったんで、YouTube 撮る時間もあったんだけど、なんか今はね、本業が充実してるんで、別に YouTube でこう動画をね、撮ろうってモチベーションがあまりね、ないんですよね。正直に言うとね。なんで、YouTube で稼げなくなったっていうか、稼ぐ気がなくなったっていうのが正しいかな。
なので、うん、ちょっとまあそういったところの心境の変化っていうのはね、私のまあやっぱり仕事がなんだかんだ言って大きい、仕事とやっぱ結婚してね、まあ、奥さんが普通に仕事してるっていうね、ところが大きいかな。まあそれが大きいですよね、やっぱりね。まあ、その2つですね。で、まあちょっと前思うことちょっと変わってきてるっていうので、まあフリウスとかね、シエンタとかね、試乗しますします詐欺みたいな感じで本当に申し訳ないなと思うんですけど、まあ試乗動画ねやりたいなと思ってるんですけど、思ってるんだけど、なんかね、まあこの盆休みを試乗し動画上げようって思ってたけど、ちょっとなんかいろいろ本業関連でね、いろいろ営業活動しなきゃいけないことが出てきたんで、個人的に、まあ本業関係っていうか、あれだな、まあ将来につながりそうなことでね、ちょっといろいろやんなきゃいけないなって思うことが出てきたんで、ちょっと YouTube の動画を撮ってる場合じゃなくなってきたんで、すいませんけどね、ちょっとプリウスとかシエンタの動画は、まあいずれ、ちょっと絶対やるとは言い切れないんだけど、まあいずれやるつもりではいるんですが、ちょっとね、お待ちいただきたいなっていうふうに思いますんで、ちょっとそこら辺はですね、申し訳ないんですけれども、今後もね、末永く見守っていただけるとありがたいなというふうに思います。はい、ということで、今回ですね、長々と動画で、主にね、ビッグモーターの一連の騒動に関して私が思うことをお話しさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。